なんかもね、お父さんが一生懸命、うん、あのママに、うん、なんかどっか行こうみたいな、うんうん、2人でどっか行こうって言うけど、うん、ママはそうなんそうママはひな子たちも誘って行こうみたいな、みんなでワイワイ行こうみたいな。だってまだ妹、あれでももう大学生だっけ。そうだよ、大学2年生かな。そっか、あ、じゃあもう2人で行けばいいのね。そう、でもなんかママが、ママね、フットワーク重いから、うん、あ、そうなんだ。そう、パパはね、どこでも行こうって感じなんだけど、うんうんうん、だってなんかあの朝、うん、千葉を6時とかに出て、うん、築地市場に朝から食べに行こうみたいな。すごっ、元気だね。そうそう、誰も乗らない確かにそれは乗れないかもしれない。ひな子ちゃんどう思うって言って、いいんじゃないそういう感じ。なんかさ、友達がさ、運転免許を取ってで牧場連れてってって言ったの。どこの牧場どこまで行くつもり。いや、関東近郊の牧場行きたいの。牧場行きたい。なんで牧場。アイス食べたいの、うん、ソフトクリーム食べたい。それ言ったらね、ソフトクリームをね、わざわざ牧場に食べに行く子なんていないよって言われた。そんなことないよ。そんなことないよね、うん、ほら、牧場の牛乳飲んだことある。わかんない、その友達わかんないその子に聞いてみなきゃわかんない。この間ね、うん、前もう去年だけど、なんか家族で那須の方に行ったの、自分、うんうん、も連れて、うん、でなんか牧場があったのそこに、うんうん、でなんかその近くのお店、うん、牧場ってかその中に入ってるお店の中になんか搾りたて牛乳ってあって、うん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 、で別にそれさ瓶で買ってさ、うん、なんかまたさ、あの泊まるとこ帰ってから飲めばいいのに、うん、パパが、いや、これは今飲んだけどめって言うから、お店の人もなんかよくいるんだって、そういう人全員じゃないけどね、うん、まあそういう人いるから、なんか紙パパの話するといつもこうなの。なんか紙コップをもらって5人分、お兄ちゃんも一緒にで、みんなでこう分けっこ飲んだの。でもそので瓶でも瓶を回収してこう50円買ってくるから、あ、そうなんだ、ほらね、みたいな絶対それ目当てじゃないのに、別に50円返ってくる目当てじゃないのにそう、どうしても飲ませたかったみたいで、でも絞りたてだ、もうできるだけ絞りたてっていうね。そうそうそう、まあ一回冷えちゃってる時点でちょっと違うけどあ、本当お父さん大好き。私、美味しいね、面白いねこの間あの動画でしょ、もうすぐ本当に忘れない送ってあげるよ、毎日でも元気ない時って。なんかこの間ひな子ね、それこそ元気なくなっちゃって、でもなんかどうしようどうしようってもう家族にずっとメールしてて、そしたらなんか前にママがその動画送ってって言うから送ってあげたの。そしたらみんなそれ保存したみたいで、家族でみんなそれパパの面白い動画が入ってたから、なんかひな子がもう本当にダメだ、もうできないって言ってた。パパが唐突にポンって自分の面白い動画を でこれ開いてしまったらもう笑っちゃうの分かってたけど、もう開かずに思えないから開いたよ、もう面白くて本当に載せたいけどね、面白いよね、面白い。しかもなんかさ、そこを撮ろうとしてたわけじゃなかったじゃん、そうそうそう後ろでっていうのがさ動画をね説明すると、なんか家族であの海に行ったの、砂浜だけね、うん、チップのお散歩兼ねて、うん、でチップを砂浜のとこに置いて、ひな子がチップと向かい合わせに行って、うん、チップの後ろからお兄ちゃんが、うん、なんかチップのね周りを砂で囲みたくて意地悪してこう一生懸命チップのお尻らへんに砂をねこう高さやって、チップを囲んだみたいなやってるから、まあ、あのお兄ちゃんに、まあ、ダメだよっていじめないでって撮ってたのね。なんか昔前になんかバラエティでみやぞんさんがめっちゃ運動能力高くて、なんかあの後ろ向きでどれだけ正確に8の字を書けるかって、うんうんうん、知ってる、なんかあったの、うん、説明聞いた。 そう、それでなんかパパがその番組を 見た後だったから、うん、俺もできるって言ってもう坂道の砂浜をね後ろ向きで8の字書き始めたらね、その坂道の傾斜と砂でやられてなんかダダダダじゃなくて、なんかおっとっとっとみたいな、なんか最後こっち見る感じもいいよね、別にパパ撮ってなかったのにさ多分似合ってこっち見る感じが面白いよね、面白かった。パパね可愛いんだよ、お茶目で年、うん、を重ねるごとにね可愛いでもなんか、うん、お兄ちゃんもいたんだけど、うん、あの鹿、うん、鹿じゃない鹿か、うん、あ鹿じゃない
鹿だ鹿がねなんか6月とかに、うん、あの出産期なのよ、うんうん、でだから今あの子供がちっちゃいのっていうか、うんうんうん、まあ、ちょっと身長が低い鹿もいて、うんうん、でなんか子供がね鹿は生まれるとお父さんを剥がすんだって、もう、うん、ダメって、お母さんがすごい強くなっちゃって、うん、でそれですごい泣くの過剰に、へえってその子供がそう、うん、子供お母さんが泣いてるのかな、多分敵対心で、その声をお兄ちゃんが一生懸命真似してね、だからちょっと鹿寄ってきたの、マジでやば、そう私大阪で好きな食べ物というかなんか炭水化物系は結構パン派なんですけど、あの白米も最近好きだけどそれよりも粉物がすごい好きで、なんかよく家族でお好み焼き、お兄ちゃんがお好み焼き好きなんでお好み焼き夕飯で食べたり、そうですね、たこ焼きとかはなんかタコパみたいなのは人生で2回ぐらいしかないけど、どっちかっていうとお好み焼き派です。うーん、お好み焼きはねキャベツたっぷりにして食べるんです。お父さんがキャベツ大量に切ってお父さんが全部焼いて好きなだけ食べる。でねマヨネーズがすごい大好きだからね多めにかけて食べるんです。そう、ひなこね笑ったら顔が四角くなっちゃった、なんか太ったみたいで、ここ最近ずっと四角い、半年ぐらい顎はねめっちゃお父さんにそっくりなんです。鼻も似てるお父さんに、耳はめっちゃお母さんって話してた、この間家族で。エクボはねお兄ちゃんと私があって、お兄ちゃんとお揃いです。この間の全国ツアーの仙台の1日目に家族みんな見に来てくれて、そう結構ライブ来てくれます、どこへでも。アンダーライブのね東北ツアーの時も青森来てくれたし、福岡の時だから九州ツアーの時も鹿児島県来てくれました。今回も北海道来てくれます。あのね、ひなこのねあの写真の中にさ、あの初水着か水着とさランジェリーカットあるんですけど、それをカットをね今野さんがね心配してたんですよお父さんのようにずっとね、あのね大丈夫、あれいいかな、ファンの人に写真集載せていいかなみたいな、すごいね心配して。うちのね本当のお父さんはねノリノリだったんですけど、いいじゃんみなくんナイススタイルみたいなだけどね河野さん心配性だしね、お父さんみたいだからね、なんかね控えめにしようって。でも私は河野さんに、第二のお父さんに、いややっぱり願望のずっと楽しみにしてた写真集だし、いいものにしたいということを伝えてね、いいカットがたくさん、いいカットがたくさん、絶対いい方がたくさん載っててね、皆さんなんかそのあたりも楽しみにしててください。はい、楽しみにしています。はい、楽しみにしています。このさ、今購入してくれた人を見た北野の父って言うんだけど、これ絶対お父さんじゃないんだけど、お父さんねちゃんとねニックネームあるから、あのねひなこのブログにいつもコメントしてくんのねえねえ、そうなんかひなこさん
コメント見て、いやもう言われる前から気づいてるよと思って。昨日お父さんがね、楽天ブックスでひなこの写真集をね予約してましたね。でもさ、今回本当に特典が多いからさ、迷っちゃうよね、どこで注文するか。だからひなこはお父さんに全部で注文した方がいいよって言ったそしたら分かったって。あのね、ポストカードっていうのかな、全部ね、ほんと違うしね、写真もね、ほんと本心に見せるか迷うぐらいいい写真だからね、どれも良かった。そう、さっきね、ファンの人にも風邪ひいたって言ったんですけど、お兄ちゃんに移されましたね。最近ね、家族で、家族って言ってもお母さんはやらないんですけど、お兄ちゃんと妹とお父さんと私で家でね、麻雀をやるんですよ。で、4位の人が1位の人に言うこと1回っていうそれでルールでやってるんですけど、お兄ちゃんとね、向かい合わせの席になった時にずっと席してて、でマスクもちゃんとしてきてくれたんですけど、そう、移されましたね、完全に。毎日ね、あのお兄ちゃんとか、お兄ちゃんの友達と PS4 のゲームしてるんですけど、それをもうね、2日間できないぐらいちょっと体調がきつかったんです。でね、なんかどういう症状って聞かれたから詳しく言ったら、なんか当てはまるの3つぐらいしかないから俺のじゃない責任放棄されました。でもさ、今の時期インフルエンザ流行ってて、あのインフルエンザの、 あの鼻の奥にさ、ズンズン入れてあの検査するやつ、インフルエンザの、まあ、あれ本当に苦手だから、この時期に風邪ひいても絶対病院に行きたくないんですよね。ただの風邪でもさ、熱あったり関節痛かったりしたら検査になっちゃうから、それがどうしても嫌でね、自力で治そうと思います。この間のね、ショールームで風邪、お兄ちゃんに移されたって言ったんですけど、ついに鼻声になりました。あの今ね、インフルエンザが流行ってるから、あの鼻に入れる検査をさ、すごいやりたくなくて、市販薬で治そうとしてたら、なんかちょっと長引いてる気がする。でも元気です。昨日お兄ちゃんとさ、ゲームしてる時にさ、風邪のこと言ったの。そしたらなんかへへって言ってた。でお兄ちゃんまだ治ってなかった。妹がね、2つ下だからね、あの振袖の前取りがねあるんですけど、そろそろ妹は風邪入っ、移ってなくてよかったよ。千葉のね、高校の時にね、北野日向子ってね、同姓同名の友達いたの。漢字も全部一緒、初めて、もう一生出会うことはなさそうすごいよね、同じ学年に。この間ね、あの生命、あの乃木中でさ、生命判断占いやってたから、お父さんたちがそれ見てて、でなんかみんなで調べたんだって。なんかお父さんは名前つけるときに、なんかそういうのちょっと見たから、ひな子がすごいいいの知ってたんだけど、ママすごい驚いてて、よかったねって言って、チップとかみんなにやったんだけど、北野が最強っぽいね。北野って名前が大吉っぽい。そう、ママのね、旧姓にした瞬間、ママ大吉なくなったのだからよかったのかしらパパでって言ってたラッキーってそうそうひなこね、ほん、いろんな名前あったのね、最初候補が。なんかでもどれもあんまりしっくりこなかったみたいだし、なんかあんまり良くなかったみたいで、
でもなんか最終的になんかひなのひなえってなりそうだったんだってでもひな子ねあんまりさママたちかなはさなんとかこちゃんっていっぱいいるけどなんとかこちゃんってさあんまりいなかったの同級生に。だからひな子すごいなこ気に入ってるの。だから乃木坂も少ないじゃん。1期生はいないし、ひな子とことこが2期でしょ。3期にももこか。ほらね、少なくていいでしょ。青春ってよくわからねえ。青春ってよく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 うーんやるしかねえ。